はいえー、ということでねえー、まあ えーまあ、春の春季キャンプがだいたい終了して、えー、3月3日から、えーまあ、オープン戦が始まるんですけども、えーまあ、各チームの選手たちというものはだいぶ、ねえー、順調な仕上がりを見せているんですけどもただやっぱり、ねえー、ちょっと日本ハムこのチームだけはちょっと気になってますね、えー。どうなんでしょうかね、このチーム事情なのかよくわかりませんけども、えー、早稲田実業出身の選手ってどうも優遇されてるんですかね。 えー、ちょっとここの春季キャンプを見てるとあまりちょっと成績を残せてないような気がします。えー、特に清宮幸太郎選手ですね。4、え、番、ー、に出場しながらもね、えー、4打数ノーヒット、2、3品をね、えー、育成選手に食らってしまうというね、えー。ちょっとこれは異常事態というか、ちょっと清宮選手にちょっとね、えー、勝つを入れたいなというところなんですけどね。えー、清宮選手はね、高校時代にね、 えー、こあの通算本塁打数をね、えー、一気に抜くなど、一躍こう話題にもなりました。また、1年目もね、本塁打数7本、あのあの1年目でね、7本打ってるこれなんと大貞治選手と全く同じ数字なんですよ。えー、それ以外の数字を見ても、大貞治選手とね、大、えー、してあまり変わらなかったので、まあ、これは大貞治選手の再来と言ってもいいんじゃないかってね、私も期待はしてはいました。ただ、現実はね、そうはいかないと。まあ、どうなんでしょうかね、えー。日本ハムの育て方がちょっとよく ないのか分かりませんけども、えー、どうもちょっと育成の状況が悪いのかどうかちょっとね、えー、いなくい否めませんね。ただあの日本ハムはね中田翔選手とかね、えー、西川選手、さらに大谷選手ダルビッシュ選手とかね、えー、そういったものをこうね育ててきたまあチームですからまあ育成力がねまああるとは思うんですけども、えー、ここ最近は育成力に関してはちょっとねだいぶ落ちてきてるのかなと思います。えー、全然ね選手がね育ってきてないんですよね。まあ言うてなか 選手とか、ね、近藤選手も、ね、毎年同じような数字とか、ねえー、ちょっと落ちたりとかっていうこともあるんですけどもただ、上がるってことは聞いたことがないです。 はい、えー、ちょっと日本ハムの環境がねちょっともしかしたら悪いのかもしれませんで、えー、ま早、あ、稲田実業の選手はね優遇されて他のところはねちょっと不遇されてるのか何なのかよく分かりませんけども、えー、まあ,あの清宮幸太郎選手の一つ年下のですね吉田康成投手背番号18、えー、初戦はね田中雅宏投手と投げ合う形でね、えー、先発出場しましたまあ、失点こそはしたんですけども、えー、ただ3回1失点というね、えー、内容にこうまとめ 素晴らしいピッチングですよね、目の前で、ね、田中選手が、ね、中田選手に、ね、一発を浴びてしまうなど、調整不良感がちょっと出てしまったんですけども、ただ、田中将大投手は、ね、開幕2戦目に、ね、先発出場という形になりました、そして相手は日本ハムファイターズということで、1戦目、開幕投手は涌井投手、最多勝投手ですね、ぜひ頑張ってほしいというところがあります。涌井投手もね、澤村賞経験がありますし、実力もね、十分に兼ね備えた選手なんじゃないかなと。 思いますので、えー、所詮にせんとねちょっとニプハム的にはちょっと苦しいかもしれませんけどぜひ頑張ってほしいですね はい。えー、そして吉田康生投手なんですけども、2戦目はですね、6回から、えー、途中からマウンドに上がりまして、4回無失点で切り抜けました。ナイスピッチングですね。えー、昨年とか、一昨年とかと比べてみますと、えー、直球にもこう、威力をね、だいぶ増したのかなといった印象。さらに変化球の、えー、変化球、変化量ですね。そして切れとかっていうのも、えー、昨年より1つ、2つ上回っているような気がします。えー 今年のね、あ、えー、の、春季キャンプとかの様子を見ていますと、今年、吉田康生としては確実に5勝以上はできるようなピッチングはできていたのかなと思います。えー、ただね、今年はね、本当に楽天がね、えー、投手王国になってしまって、ちょっと打線陣がちょっと打てるのか、ちょっとね、えー、不安視されてます、えー。西川選手、近藤選手、中田選手、そして直近に強い渡辺選手、この辺りがね、えー、どのくらいこう打ってくれるのかというところ、そしてね、毎年波があるよ、えー、中田選手とかね、えー、太田選手、 選手とかねあの辺りもね、えー、頑張ってほしいかなとは思うんですけどもただね、えー、まあ、楽天以外にもね、えー、オリックスのね山本由伸や山岡選手とかね、えーまあ、各チームには結構あのいい選手いいピッチャーというのは勢ぞロいしてるんですよねちょっとね野球審のおかげでもしかしたらね勝利数が奪われてしまうなんていうこともねあるかもしれません、えー、なのでね5勝とねちょっと位置づけはしたんですけどもまあえー、勝利はねできなくともまあ 防御率なり、また三振なり、クオリティスタートなり、まあ、いろんな数字がこう求められる世界なんですけども、えーまあ、勝利よりも、まず内容を、ね、しっかりこう収めてくれる、まあ、しっかり繋いでくれるピッチャーというのが、ね、理想像なんじゃないかなと思います。えー、6回4失点とか、ね、7回3失点、このくらいにこう収めてくれたら、まあえー、ほぼほぼ、ねまあ、エースにこう似合うような。 ピッチングというのはこうできてるんじゃないかという,、ね、こう判断に至るわけですよね。まあ、打たれてもいいので、ね、そこから、ね、どうやってこう立て直していくのか、ここが、ねまあえー、あの未来のこうエース候補として、えー、ここをしっかりを、ね、立て直していく、まあ、そういったところをさら、まあ、にこう磨き上げてほしいなと思います。ということで、ね、日本ハムばっかり、ねえーえーえー、結構喋ってきたんですけども。 大谷選手も結構活躍がメジャーリーグ光ってますね。新規キャンバーではなんと161キロ投げてますね。球速が復活してます。140キロ後半とちょっと落ちてたのかなと思ったらいきなり160キロ出るんですからねさすが大谷選手で100マイル出ました。そしてオープン戦では先発出場しまして2番 DH で先発出場2安打を放つなどバッティングでも調子の良さいうのを見せていますね。この点で 2点を演出してますからねさすが大谷選手ですね。はいということで、えー、最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。